はい、下川です。こんにちは。今日はね、12月24日です。予告した通り、パリの航空券をちょっと見てみようと思います。年明けの1月2月、ということでですね、こういう、いつもスキャナーで入るのですが、スキャナーで見てみますね。どの辺が安いでしょうかね。16日5万9000円。ここで行って、23日、まあ1週間ぐらいパリですのでね、そのぐらいで見てみましょうか。やっぱりちょっと下がってきてる。まあ冬場はパリどうしても下がってきてるんですが、これで見てみましょうかね。最安プランで見ると、ベトナム航空、エディハド、まあ、ヨーロッパ線となるとね、ここらが、エディハド、まあエチオピアが多分にエチオピア航空今日多分日程が合ってないんだと思いますが、エディハド、カタール、ここらが出てくるですね。エミレーツね、あの中東系のが強くなってきます。どこらがまあ安値で出てきて、でもねちょっと20ベトナム航空、まあベトナムね、あの寄ってみるというのも考え方あるんですが、片道で寄るのもはね、ちょっとあのいい、ベトナム楽しめるのいいんだと思うんですけども、行きも帰りも28時間ね、ハノイにこれだけね、ハノイで行き8時間でしょ、帰りが17時間だもんね。ちょっとね、ちょっとこう敬遠しちゃいますよね。片道だけならいいんですけどね。そうするとエディハードを使っていくんだけど、まあ、これも23時間、あんまりみんな長いですね。乗り継ぎ時間が非常に長いのが、まあ、いいのが売れちゃってるのかなという気もするんですが、27時間全然カタールがちょっといいかなぐらいのことですね。エミレーツに至っても29時間、23時間で15万8000円まで行っちゃいますからね。どうでしょうね。これもうちょっと見てみますか。あんまいい時間が出てこないな。所要時間がね。ちょっと1月はもうこんな感じなのかもしれないんで、ちょっとこう考え方変えてですね、2月見てみましょうかね。もうちょっと乗り継ぎがいいものが出てくるかもしれない。2月のどこらが安いですか。23あたりが安いか。それで、まあ、1週間いようということですると、3月の初旬に帰る、ここが、と、まあ、3月、ここらで見てみましょうかね。1週間後ということでね。2月になると、どういうライン、あ、キャセイが出てきましたね。キャセイのこれはいいんじゃないでしょうかね。多分ちょっと見てみますね。乗り継ぎ時間及び、行きがちょっと長いんですが、まあ3時間55、まあ4時間。帰りが、50分。まあ香港ならではの乗り継ぎですね。いいですね、これはね。それでどこが出してるかというとですね、HS、
13万6千円。これは一ついいんじゃないでしょうかね。時間もいいし。前回やったんですが、香港が入国が、まあ別に香港入らないんですけども、いろいろが、規制が緩和されてきているので、乗り継ぎもスムースなんじゃないかなという、特にトラブルはないと思うので、これは一つ、だから、1月より2月の方が、値段はね、そんなに動かないんですけれども、乗り継ぎが良くなると。いう航空券が出てくるというので、これは一つだと思います。でね、2月1月、今回ねパリをやる、なぜパリを考えてみたかというとですね、まあ、ちょっと噂もあって、直行便がだいぶ安くなってきた、要するに JAL、全日空、エアフランスとかですね、そういう話がありまして、実際どうだろうということを見てみようと思います。で、1月、さっきのに戻りますか。これ戻れるのかな。1月、1月に戻って、1月のさっきどこで見たっけ、16で、まあ、最安値で見ましたね。最安値で出てこないな。これなんか変だな。一回戻りますか。もう一回入り直しますか。これ出てきますね。はい。これで、1月の16とまず23を安いところで見たので、ここからちょっと、このね、カレンダーで見るのは便利なんですがね、直行便の選び方がないもんだからね、これちょっと手間なんですよ。まあこれ当然さっき見たのだから、パッとここでね、ちょっとエアフラも出てきてると気になるんですよね。最安値はさっきこういうふうに見たんです。それで、こっからですね、乗り継ぎ1回、乗り継ぎ2回を外します。エアフランス、出てきましたね。21万円を、そのね、ヨーロッパの直行便がですね、今まで30万円台、時に40万円台したんですよ。その燃油とですね、それからロシアの上を飛べないというような事情からですね、それがだいぶこう変わってきまして、ルートは変わらないと思うんですがね、燃油問題とかいろいろ出てきて、安くなってきたんだと思います。21万4千円まで出てきましたね。これはどこで出るかというと、エールフランスが出しているので、これ一番いい予約ですね。航空会社で予約というのがトラブルの時一番安全ですので、21万4420円。これはまあ一つまあ僕らから考えればまあ高い航空券なんだけど、フランス、パリっていうとですね、今まで行かれた方、どうしても直行便っていう方も多いようなので、まあそういう人たちは、高いなと思ってたのが、ようやく2月、1月、下がり始めたよと。これは一つ、いい情報かと思います。20万円前半でエアエルフランスが売り始めてきたと。で、まあ、さっきのこともあるので、少し2月あたりも、この直行便の方を見てみます。少しこう、安くなっていく傾向かどうかということを見てみますので、ちょっと時間ください。はい、直行便の2月も見てみます。これですね。これで入ってですね、2月の安そうなところをこう選んでですね、行くんですけれども、さっきやった23日と3月の2日で見てみましょうかね。そうすると、どのぐらいに直行便が、1月と変わってくるかというとこですね。エアフランスが出てきましたが、さっきが21万、
4420円で、これが24万円まで上がっちゃうので、1月の方が良かったということになってしまうんですが、まあ、ここのピンポイントの実は航空券でして、JAL も25万円ぐらいでこの時期パッと出してるんですね。それでそれ以外のところと40万とかも要するに今までの値段にポンと上がっちゃいますので、これうまく使っていかないといけない感じするんですよ。で、実はトラベルコとかですね、雇いとかいろいろ見てみたんですが、大体みんな同じですので、まあ、ここ今回は、スカイスキャナーで見ていいんじゃないかなというふうな、気はします。それでちょっと日付をですね、動かしてみてですね、見てみようかと思います。さっきと、まあ、直行便はちょっと別な動きをするのかなということもあるので、2月のですね、13日だったかな、ちょっといろいろさっき調べたんですよ。13日の、21、まあ1週間というところですね。これで直行便を見てみますね。そうするとね、エアフランスね、21万2610円、また2000円下がったですね、さっきよりね。これも15件の予約サイトあるので相当いろいろあるでしょう。エールフランスが出てきますね。これエールフランス21万2610円、日付のうまくいい取り方でですね、21万円20万円の前半で取れるようになってきました。これはパリに直行便で行かれるか、行きたい方は朗報だと思いますね。ちょっと日付の選び方が面倒なんですが、一応僕の方で調べたのはこういう感じです。12月24日の料金です。ですので、まあ、1月末から2月あたりのところで、まあ、直行便でも、かなり20万円前半で買えるようになってきたよという意味では、やっと落ち着いてきたかなというような気がします。参考にしてみてください。